どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、次のステージは？姫と王子は、たくさんの肉を抱えて、ヤギの小屋に戻ってきました。姫は、肉をヤギに差し出し、得意げに言います。たくさん取ってきたわ。さあ食べて。それを王子が慌てて止めます。待って姫、まだお肉焼いてないよね。ヤギは化け物なので生肉は大好物です。でも目の見えない王子は相手を人間だと思っています。これ以上生肉のことで何かあると自分が化け物だと気づかれてしまうと思った姫は王子の話に合わせることにしました。そうね、焼いてあげた方がいいわね。でも私火って使ったことないからやり方教えてほしいな。姫は調子よくその場をごまかします。そして王子に教えてもらった通りに火をつけようとする姫ですが、あー、ダメ、怖い。もともとが狼の化け物なのでどうしても火を怖がってしまいます。しまいにはワンワン泣いて王子に助けを求めます。王子は目が見えないのでうまく火をつけられる自信はありません。だけど姫が助けを求めてくれたことが嬉しくて引き受けたいと思いました。わかった、やってみるね。王子は姫のためにちょっとだけ勇気を振り絞ったのです。さあ王子を使ってで、持ってというお願いできるみたいですね。いやー、王子イケメン。目が見えないのにね。じゃあ、持って。ほう。火の消えたかがり火に。あー、じゃあ、これか。これに近づければいいのか。おー、ついたついた。ヤギたちは大喜び。焼いた肉も案外いけるね。そんなことを言いながらたくさんあった肉をペロリと平らげます。ありがとう、助かったよ。もう少しで飢え死にするところだったよね。ヤギのうち一匹が姫にお礼を言います。よかったわ。それより今晩ここに泊めてもらえない？姫は抜け目なくお願いをします。いいよ、今夜はうちに泊まっていきなよ。キノコまみれの汚いところだけど。ヤギたちは心よく二人を受け入れました。長い一日が終わり夜が更けていきます。王子は旅の疲れもありぐっすり眠っています。ですが夜行性の狼はまだ眠れないでいました。眠れない狼が小屋の外をうろうろしていると一匹のヤギが小さなウサギを追い回しているところに出くわしました。ウサギはすばしっこく逃げ回りとうとうヤギは獲物を捕まえ損ねました。あ、狼さん、狩りって難しいね。なのにあんなにたくさんの肉をあっという間に取ってこれるなんて狼ってすごいな。ヤギは無邪気に
狼の狩りの腕を褒めてくれます。そんな褒め言葉に狼は曖昧な返事を返します。王子に狼と呼ばれるのを聞かれてないか心配なのです。早めに話を切り上げなきゃと狼が考えていると、ところで一緒に連れてる人間は非常食かい？ヤギの唐突な質問に狼は不意をつかれドキリとしました。いいアイデアだね。僕らも飢え死にしないように真似しようかな。あ、でも僕ならもっと太った人間を選ぶな。あんなに痩せっぽっちだと食べ応えないもんね。化け物たちにとって人間を食べることは当たり前のことです。なのでこの会話は化け物同士の普通の会話。狼も王子と旅に出るまではこれが普通だと思っていました。ですが今の狼にはヤギの言葉がとても恐ろしく聞こえます。違う、王子はそんなんじゃない。狼は思わず否定します。狼の態度を見たヤギは何かを察した様子。あれ、もしかして君人間と仲良くしたくなっちゃったってやつ？ヤギに気持ちを言い当てられた狼は素直にそうとは言えず、ただ黙ってしまいます。化け物と人間が仲良くなれるわけないよ。王子と仲良くなれるわけがない。まるでそんな風に言われた狼は口を開いて何かを言い返そうとします。だけど言葉が出てきませんでした。君もよく聞くでしょう。化け物の方がうっかり人間を食べちゃったり、人間の方が化け物を裏切ったり。狼はうつむいて聞いています。ヤギは続けます。ろくなことにならないよ。あ、でも恩人の君がやりたいことだからね。僕は応援するよ。頑張ってね、とヤギはのそりと小屋へ戻っていきました。狼は自分の寝床で体を丸め眠ろうとします。でもヤギの言葉が頭の中で何度もぐるぐると駆け巡って落ち着きません。これまでは王子の手を引く嬉しさで怖いものは何もないと思っていました。でも自分の本当の姿は王子が嫌っている化け物です。それに王子の目を傷つけたのは自分だということも黙っています。このことが王子に知られたら全ておしまいです。バレなければ大丈夫。狼は自分に言い聞かせます。そう、バレなければ大丈夫。狼は結局この夜一睡もできませんでした。翌朝、魔女の森へと出発する姫と王子をヤギたちが見送ります。ヤギたちは口々にお礼の言葉や旅の無事を願う言葉をかけます。頑張ってね、うっかり食べないように。その中には一つだけ別のことを心配している声が混ざっていました。王子には何のことだかわかりませんが、姫には伝わりました。食べはしないけど、心の底に生まれた大きな不安を振り払うように
姫は王子の手を引き、再び森の中へと入っていくのでした。さあ、ここでまさか助けたヤギからああいう言葉を言われるとはね、思いもしてなかっただろうね、この狼はね。まあ仕方ないといえば仕方ないところなんだけど、まあ、ここからね、多分心境の変化がどんどん出てくると思うんで、まあ、続きをねやっていきながら、変化を楽しめればなと思います。ということで、今回キリがいいのでここまでにしたいなと思います。次回はこの続きからということですね。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。